はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、グランブルーファンタジーのアニメが放映されて、ね、アニメ第9話放映記念のプレゼントということで、なんと鉄鉱石1000個をいただけました。はい、というような感じなんですけれども、まあ、鉄鉱石ってプロデューサーかな、プロデューサーの木村さんが、まあ、福原さんがバレットディレクターのね、ディレクターの福原さんがバレット作るのに使ってねみたいな感じで言ってたよみたいなことをなんかツイートしてらっしゃったんですけれども、まあ、バレットあれだね、ソルジャーに使うやつだな、ソルジャーに使うやつなんだけど、まあ、鉄鉱石1000個ってぶっちゃけやってる側からするとまあ割とビビたるものなんですよ、実は実は1000個ってすごいなって思うかもしれないけど、割とビビたるもので、まあ、ちょっと今回は、バレットを作る際に、まあ、おすすめのバレットだね、ソルジャーおすすめのバレットと必要素材、まあ、いい機会なので、ちょっとそこら辺をご紹介できればなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それじゃあ早速いってみましょう。レッツゴー。で、今回紹介するのは2つ、ジョン・ドゥに込めるのにおすすめの玉と、それを作るのに必要な素材、まあ要所だな、足りなくなりがちな素材まとめっていうのをちょっと今回は紹介していければなというふうに思っております。で、まあ最初ジョン・ドゥに込める玉のおすすめなんだけれども、まあ基本的にソルジャー、バレットってソルジャーで使うやつなんだけど、ジョン・ドゥ、ジョブ武器だね、うん、この名前なんだっけ、ネブカドネザルの最終強化なんだけど、ジョン・ドゥに弾を込めるのが、まあ、割と前提になってます。まあ、一部例外はあるけど、大体ジョン・ドゥ。で、なんでジョン・ドゥに弾を込めるのかっていうと、ジョン・ドゥは奥義効果がすげえ特別で、ソルジャーって弾がなくなると、1ターン行動不能になるんですよ。スチャラカっつって、リロードかますんですよね。で、弾がこれ6発入ってるんだけど、弾を6発打ち切ったらスチャラカってして、なんかこう、弾をリロードする隙が出てきちゃうんですけれども、例えば、ジョン・ドゥを使ってると、奥義効果でリロードがあるんだよ。奥義でリロードするから、そのスチャラカっていうのがもうほぼほぼなくなる。うん。っていうこともあって、まあ、メイン武器をジョン・ドゥで使うっていうのが、ソルジャーは基本的な構成ですね。だから、弾を選ぶっていうのになっても、ジョン・ドゥに対応した弾を作っていくっていうのが基本になります。はい。だから、まあ、こうやって見ていくと、カートリッジ弾、1番目。カートリッジ弾。で、2番目が、ライフル弾だね。で、3番目がパラベラム弾。4番目も同じくパラベラム弾。で、5番目が、エーテリアル弾。6番目がエーテリアル弾。うん。まあ、こちらの方ですね、カートリッジ、ライフル、パラベラム、パラベラム、エーテリアル、エーテリアルっていうような形で、まあ一番いいやつを頼んでいくっていうような感じになってるんですよね、うん、エルシャダイっていう感じなんですけれども、じゃあそこで、まあこの種類の中で僕がおすすめしたいなって思ってる弾を紹介します。まあまだできてないのもあるんだけど、僕がね、まあ一応一例として紹介したいなと思ってます。で、こちらのカートリッジ弾、カートリッジ弾で持っておきたい弾は俺の中では2つあります。一つ目がこのスラックショット2。うん。一つ目がスラックショット2。なんでかっていうと、これ威力300っていうとんでもねえ威力。弾には威力が存在するんですよ。なんだけど、この弾の威力によって、割と通常攻撃の火力が全然違うんですよね。だから、まあ、ここの威力っていうのすげえ大事だと思うんだけど、スラックショット2はその威力が最強の300だから、マジで1個は持っておきたい。で、二つ目がエンハンスシェルってやつ。うん。まあ、こちらは威力が90とちょっとスラックショットと比べると低めになってるんですけれども、3分の1とかになってるんだけれども、効果が確率で味方全体に4ダメージ上昇効果っていうのがついてるんだよね。だから、まあ、これによって、全体のパワーを底上げできる。で、ジョン・ドゥを持ってると、ジョン・ドゥって後陣スキルがついてないから、どうしても火力が落ち気味になっちゃうんですよね。なんだけど、ジョン・ドゥのジョン・ドゥでエンハンスシェルを求めると、そこのダメージ部分っていうのを、しっかりと、なんつうんだろう、賄ったりすることができるんですよね。だから、エンハンスシェルを入れるっていうような状況も結構ある。まあ、基本、エンハンスシェルなんだけど、例えば、エンハンスシェルって、効果時間が、発動ターン含めて3ターンしかないんだよね。だから、例えば、アーカー社とかでターンをぶっ飛ばされると、エンハンスシェルが効果を発揮しづらいよねっていうようなところとかもあるんですよ。例えばだけど、アーカー社。例えばだけど、1ターン、2ターンとかでぶっ飛ばすような敵とか、そういう場合においては、スラックショットの方が場にそぐってるみたいな。例えば、古戦場の肉集めでソルジャーを使うとかを考えると、スラックショット2は割といいんじゃないのかなっていうような感じですね。はい。
で、2つ目はライフル弾になってるんだけど、ライフル弾も2つ、準備しておくといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。1つ目がフルメタルジャケット5、でこちらですね、フルメタルジャケット5、これはね威力150っていうのが魅力的だね。で、2つ目がゴールドバレット2、ゴールドバレット2は威力が100になってるんだけど、自分の扇ダメ性能、だ扇ダメージと扇ダメ上限をアップさせるよっていうような効果になってます。こちらの方がソルジャーって扇を絶対打たなきゃいけないんですよ。毎回絶対打たないと弾がリロードされないから、どうしてもその奥義を打つことが自然と多くなっちゃうんだけど、そこの奥義ダメージっていうのを伸ばしてくれるので、ゴールドバレットは割と便利なんだけど、割とねフルメタルジャケットが威力150で、芝を使った時の殴りとかのダメージが結構高くなりがちなんですよ。だから正直フルメタルジャケット5で妥協、結構妥協って言われてるんだけど、フルメタルジャケット5でも問題ないような気がしてる。威力が欲しい時はフルメタルジャケットで、長期戦、単純な長期戦をするっていうんだったらゴールドバレット2でいいと思うんだけど、2本持っておくと一応安心かなっていう感じ。俺は妥協でフルメタルジャケット5で生きていこうかなと思ってます。はい、そんな感じだね。で、3つ目、パラベラム弾2本だね。このパラベラム弾2本は、2つありまして、1つ目がアイアンバレット5で、2つ目がヒールバレットだな。ヒールバレットも1本持っておくと、一応安心かもっていう感じ。で、ヒールバレットを2つ入れるっていう方もある。ね。ただ、ヒールバレットを2つ入れるのはフルオート放置とかだね。基本的に。だから、弾の集め方としては、俺の中ではアイアンバレット5を2つ、ヒールバレットを1つとかでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、ヒールバレットは威力が80とかなり低めで、これ実際に使ってみるとわかるけど、かなり火力が足りないんですよね、ヒールバレットって。だから、どうしても、長期戦をするぞ、ソルジャーで長期戦をするぞっていう時以外は、俺はあんまり使わない。基本は最近はね、アイアンバレット5を突っ込むことが増えてますっていう感じだな。で、最後、エーテリアル弾系だね。ハデスポイント。これはもう特に何も気にせずに2本持ってていいと思います。はい。これはもう属性に対応したやつだね。ここら辺のゼピロスポイント3とか、ティターンポイント3とか、紙石の名前を冠してるやつだな。ネプチューンか。あ、そうだね。ネプチューンはネプチューンなんだな。バルナポイントじゃないんだね。バルナポイントかと思ってたけど。これだな。ここら辺の弾になってて、こちらの方は味方全体の闇攻撃アップ累積っていうのもついてるし、威力が120となかなか悪くない数字をしてますから、そういう目的で使うことになるんじゃないかなというふうに思ってます。ただこれはケースバイケースで別の弾に変えるっていうことがほぼほぼないんで、属性に対応する、例えば闇属性でやりたいよっていう場合だったらハデスポイントを準備することになるだけなので、逆に言うと、そんなに気にしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあそこで最後ですね、こちらの方、今現在紹介した弾で、ちょっと主要のやつだな、こんぐらいだよ、こんなアイテムが必要になるよっていうのを紹介していきたいなというふうに思います。じゃあまず最初に紹介したスラックショット2からいきましょう。スラックショット2を作るには、ちょっとまとめていくね。鉄鉱石が290個、赤熱鋼110個、栄華の炎が20個、リキッドスチール140個、真理の土が170個必要です。鉄鉱石先ほどね1000個もらったわけですけれども、290個、これでだいたい4分の1が消費されてしまうという感じになってるんですけれども、スラックショット2はまだ優しいです。まだ優しい。じゃあ、栄華の炎が、エンハンスシェルに行きましょう。エンハンスシェルに必要なものは栄華の炎1860個、赤色火薬の原料が1880個、赤熱鋼が1960個となってます。シェルバレット5を作らなきゃいけないから、ここでね、ここでなんかこの栄華の炎とか赤色火薬の原料とか、赤熱鋼とか、ここら辺がボリボリ減っていくわけですよな。だから、ここは鉄鉱石は使わないけど、さっき言ったようにね、ここら辺で赤熱鋼が切れます。僕今もう赤熱鋼6個しかないです。赤熱鋼がつきました。僕はもうない、マジで赤熱鋼がどうにかなっちゃいそう。で、次はライフル弾ですね。ライフル弾はゴールドバレット2だけ見ていきましょう。で、なんでかと言いますと、ゴールドバレット2を作るためにはゴールドバレットが2つ必要になってるんですけれども、ゴールドバレットを1つ作るには、フルメタルジャケット5、先ほど言ったおすすめの弾が2個必要になるんで、ゴールドバレット2を見れば割とわかるっていうような感じだな。で、ゴールドバレット2に必要な素材いきましょう。鉄鉱石4420個、今の配布1000個じゃ全然足りないですね。4分の1がギリギリ賄えるという。
で、真理の土が4420個、リキッドスチールが1500個、砂レンガが1400個必要になります。ゴルバレ2はダントツに重い、マジでダントツに重いんですけれども、あの玉の中でもうこれ作る人は本当になんか無なんかこう鼻ほじりながらグラブルやってたら多分作れねえんじゃねえかな。適当にグラブルやってたらもうゴールドバレットを作るぞっていう目標がないと作れないぐらいの素材の重さになってるから、まあなかなかあれなんじゃないですかね、困る人も多いんじゃないでしょうかっていう感じかな。はい、じゃあ、次に行きましょう。次はパラベラム弾ですね。パラベラム弾はまあ割とそこと見ると優しめで、アイアンバレット5、こちらの方を2つ作るという想定をしましょう。アイアンバレット5を2つ作るには鉄鉱石が1114個必要になります。赤熱鉱が928、栄華の炎が120個必要になりますね。うん、こうやって考えると、まあアイアンバレット5を2つ作るには鉄鉱石がまあ1000個もらえるから嬉しいなっていう感じだな。やったぜって思える感じ。鉄鉱石はやっぱね、昔から集めてないと結構足りなくなっちゃう人が多いっていうような話はよく聞きますね。まあ僕は赤熱鉱の方が全然足りないんですけど。はい、で、次がヒールバレットだね。こちらもパラベラム弾のヒールバレット。ヒールバレットは、まあ鉄鉱石が651個、赤熱鉱が464個、リキッドスチールが105個、栄華の炎が154個。まああの主要な素材だけ紹介してるんだけれども、うん。まあ、ライトバレットとか、アイアンバレット5を、こちら、アイアンバレット5を派生させるタイプだから、まあ、なんだかんだね、アイアンバレット5が必要なんですけれども、ヒールバレットを作るには、もちろん、そちらの重さが必要になってきます。じゃあ、最後ですね。最後、エーテリアル弾の紹介です。エーテリアル弾は、まあ、こちら、対応した属性だな。対応した属性、今回僕ハデスポイントで紹介するんだけれども、ハデスポイントを2つ作るためには、こちらのアニマですね。どこだろう、アニマ、このディアボロスポイントが必要になるんだけど、ディアボロスポイントを作るためにアニマが必要なんだよね。でアニマが、1200個2つ作るにはね、ハデスポイント3を2つ作るには1200個必要になります。で闇の鱗も使います。闇の鱗を使うんだけど、数として480個使います。で闇のエレメントも使います。闇のエレメントを作るためにね、こちらの闇のエレメントが必要なんだけど、これが240個必要になります。ここで消費するんで、ハデスポイント2を作るのにも、うん、だから240個消費して、あと多分重い人は重いんだけど、あの輝き、この金玉って呼んでるんですけど、俺はこの黒星の輝きが40個必要になりますね。意外と重いんじゃないですか。という感じだな。はい。じゃあまとめていくと、右側の表みたいになりますね。1万個超えてんじゃないか？だってゴルバレで4000でしょ？アイアンバレットで1000でしょ？で、ヒールバレットで600、鉄鉱石、スラック衝突。あ、1000は超えてないな。でもなんか6、7000個ぐらいは必要になってるんですね。鉄鉱石は。鉄鉱石6、7000個ぐらい。赤熱鉱が、3000個ぐらいかな。うん。みたいな感じで、結構要所のアイテム。やっぱ結構足りなくなるのとしては、真理の土、鉄鉱石、リキッドスチール、栄華の炎みたいな感じのアイテムが足りなくなってくるんじゃないのかなというふうに思いますけれども。まあ、ね、今回の鉄鉱石1000個っていうのが、いかにスズメの涙かと。いや、嬉しいんだよ。それでも足しになるからめちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあ、やっぱ足りないんだよな。元がおめえから。うん。ということでね、まあ、もしちょっと、こう、ジョン・ドゥの、あの、闇ソルジャー、ガチでやりてんだっていうような人は、半額中だね。今日から始まる半額中がアイテムの集め時になってますので、もしかしたら集めておくといいかもしれません。まあ、行く年来る年キャンペーンとかでレアキャンペーンとかが来るかもしれないんだけど、まあ、今回のキャンペーンは2500万人突破キャンペーン。あんまりね、こう、よくある、まあ、よくあるって言ったら言葉悪いけど、まあ、割とありがちなキャンペーンのタイプなので、サブクエストとかで、こういうね、バレットの弾を集めましょう。バレットを集める。バレットを作りたいっていうような感じにはちょうど即してるキャンペーン中ではあるんですよね。なんで、玉の素材を集めるとかだったら一応今だということは、明記しておきましょうか。そんな感じの、玉の作り方紹介でございました。玉のおすすめと必要素材紹介でございました。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃまたお会いしましょう。俺もエンハンスシェルは早めに作りたいと思います。じゃあね、バイバイ。